こんばんは。悪いね。いえいえいえ。あのこの間さ、はい、ツイッターでその1万人来そうだから、はい、企画で1万人記念のなんかやってほしいリクエストを取ったんだけども、はい、全然1万人行かないで、それからしばらく経って確かに。しょうがないからさ、はい、1万人行かないけどその企画だけ今日やろうかなと思って、はい、でね、なんで焼きとうもろこしをやってほしいっていうのがあったので、はい、全自動焼きとうもろこし機を作ったんだよ。全自動。そうそう、ここにとうもろこしをつけて、はい、焼いて自動でこうとんぼしまして、で焼けたらそのままこう食べれるっていうのを学ぶ隊に食べてもらおう。おー、なるほど。うまくいくんですか、うん、それ。やったことないからわからないけど、多分行くような予感しかしない。あー、確かに。ちょっと焼いてみよう。わかりました。これをまっすぐ、はい、お、そこ入るか。お、いったいった、うん、大丈夫かな。いいんじゃないですか。もうあー、大丈夫です。完成だよね、これってもね。速度が一番、速度が命だよね。センサーのセラリオスケね。あ、いいんじゃない。完璧。着火。いいっすか。うん、着火します。おお、全自動焼きトウモロコシ機。いいね、これ。お店にあってもいい。ね、トウモロコシ以外で何でも使える。ちょっとセンター取る。だいぶ上げてきた。上げてきましたね。いい感じでね。はい、あ。もういいっすかね。こんなもんだね。はい、あ。じゃあとりあえず今度は成功で。成功です。はい。引きます。あ、次はね。はい。バーナー、ガスバーナー変で。もう今度は。このコンロとバーナーとどっちがうまく焼けるか、はい、全自動焼きトウモロコシ機2号、モロコシくん2号。火力がすごい早いな。もう出来上がってる。モロコシ君はすごいわ。なんか多分動画見てる人がさ、はい、こうやったらいいんじゃないかと思うかもしれない。あくまでもモロコシ君2号は全自動だから。手で持たないで。匂いがすごい、焼けないで。いや、でもちょっとだけこうやってやってんじゃないですか。やっちゃった。ちょっとだけこうやるけども、仕上げは全自動。でもそれ持っちゃったらもう、もうあのドリルいらないっていう話になって。ドリルもいらんかったね。そういえばこんなもんでいい。仕上げは全自動。モロコシ君2号はちょっとね、働き者だから止まんない。あ、いい。ちょうどいい。いい。ちょうどいい。このままこう、食べてもらう。これね、焼きとうもろこし。全自動焼きとうもろこし機で作ったやつで、このままこう歯を当てるだけで食べれるっていうね。すごいんだわ。熱い？いや、もう大丈夫じゃないかな。いただきます。え？舐めちゃうんだ。そうなるんだ。舐めちゃう。で、ガーッと高速回転で、そう。あ、美味しそうだ。汚っ。めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃカスみたいなの飛んでんだけど。
ちょっと改良型もろこしくん2号でちょっともろこしくん2号ってダサすぎん名前ちょっと食べてみて飛ばない？いや、もうとりあえずちょっと歯に当てればなんとかなるんだよ。危ねえ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 。これね、今思ったんだけど長すぎるんだ。あ、おったんだ。あ、なるほどなるほど、うん、これでね、多分ほうほうほう。ああ、いい、いい、あ、見たことある。いや、怖いんだけど、テレビで見たやつだ。危ねえ、危ねえ